ド大スター大鳥ココナ役の岩見真中です。皆さんこんばんは。同じくワールド大スター静香役の長谷川郁美です。ちょっともう今耳がね痛いって言われちゃったから叫びすぎてね、本当小声にしたんですけれども、この番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です、はい、なんと今回、はい、第80回をおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこっからは10ずつお祝いしていきたいですね。そうだね、すごいことですから80なんて。しかもあんま作品のラジオでね、なかなかないですよね。なので今回は、ニララさんからいただきました。80回ですが、山にかけて山びっこっぽく言ってみてはどうでしょうかと。はい、やばい、ちょっと、私笑わないようにしようと思ったんだけどなんか番組タイトルコールをなんかこうぐちゃぐちゃに言うの意味わかんなすぎてなんか俯瞰で聞いちゃってダメです、あずみさん、今更ですよ。そうだよね、はい、こんなにもなんかね、いやでもこんなになんか本当に皆さんからタイトルコール案が出るようになってから楽しいですよね。楽しい。それまではなんかうわーみたいな、ね、本当こう自分過去の自分に対しても何言ってるんだろうみたいな、なんか本当毎回こう乗るなみたいなそう、みんなが協力してくれることによってこう選ぶ側の立場に出てこないもんだって、うちらから山びこって出てこないですよ、80回だからって。なので本当ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますということで、最後までよろしくお願いしますワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ。改めまして岩見真中です。長谷川郁美です。はじめさんの近況というのは、はい、いい話ですか悪い話ですか。あ、いい方。あ、じゃあ私悪い方なんで先に言ってえ、本当に最近悩んでて、お聞いてみんな、あの悪夢見るんですよ。毎晩毎晩というかたまにこう昼ぐらいに時間空くと、ちょっとでも 寝るんですけど、昼寝も、もう、もう寝たら絶対悪夢ってこと、はい、怖くて。そんなことある？それは全然違う悪夢なの？全然違う悪夢です。しかも一つの一晩の夢悪夢3本立てとかもうなんか寝るの怖くて、それ一回の寝で3本立てってこと、はい、一回別に起きるとかじゃなくて、起きるとかじゃなくて、はい、3本立て。そう、3本立て覚えてんだね。はい、なんかあの、あ、今は覚えてないですよ、どんな夢だったか覚えてないけど、パッて起きた時に、もう全然違うジャンルの悪夢3本見ちゃったみたいな。いや本当に、え、なんでみたいな。いや本当悩んでて、結構続いてるんで1週間マジ、ぐらいかな。え、なんでなんだろうそれ。いや恐ろしいですよ。そうだね、本当。えい、お化けいるのかなってなんかもはやそうなってくるよね。お化けいるのかな、暗示とかなわけじゃなくて、もうなんか今この環境がやばいのかなみたいな思うよ、怖い、引っ越そういや全然関係ないと思うんですけど、そうね、でもなんでなんだろうって本当に謎で、もう超元気だし、ハッピー、毎日ハッピーだし、もうね、不思議ですよね。悪夢とかも見ないの？夢とか見ます？夢、まあ毎日は見ないけど、見たとって別にそんな悪い夢あんま見ない。なんかお化け系ならまだいいじゃないですか、私結構グロテスクなのが苦手なんですよ。こうあの映画とか見てても、こうなんだろう、こう血液見えるとはーってなっちゃうタイプなんで、もうちょっとのあれでもダメなんですけど、ちょっとなんか指切っちゃったよぐらいでもちょっとダメで、はーってなっちゃうから、こうそういうのを見ちゃうとはーって、うわー、気分最悪だね。 朝とか目覚め最悪だよね。あーってなりながら、なんか不安なことがあるとかでもないんだ。不安なことかどうなんでしょうね。なんかそういうのあるのかな、あるじゃん、なんか心配事がなんかあった時にやっぱ精神的にこう
確かにあるからなんか夢見ちゃうみたいな。そういうことか、うん、なんかでも自覚ないけど不安なことあるのかもしれないですね、うん、深層心理かもしれないね。うん、そうかも。じゃあなんかより楽しく生きればいいのかなそうねでもなんだろうね、気になるね。こんな続いたことないんだよ。そんなないよ普通に。悪夢1週間ぐらいずっと見続けるって。そうですよね、汗なくなっちゃうよって。確かにこんな前は書いてたらなんなら痩せさせてくれよみたいなそれでよ悪夢ダイエットだったらなんか報われるじゃん。確かに確かに、まあ、痩せられるのかならほなええかってって話でした。やだねそれ。私は、うん、なんかこの前、うん、あのスーパーで買い物して、うん、で袋入れてたのよ、うん、そしたらおばあちゃんが通って、うん、で、はい、おばあちゃん、私その時になんかちょっとなんて言うんだろうな、ニットっぽい服着てたのね、はいはいはい、でおばあちゃんが通って、うん、あその服素敵ねって言ってくれたのね。で私もありがとうございますって言って、えそれまさか自分で編んだのって言われて、で、はい、いやいやまさかそんな技術ないんで、うん、みたいなって言ったら、コミュ力させるそんな印象ないんだよとかって言ったら、うん、おばあちゃんがさ、うん、なんかもうそうやって余計なことは言わなくていいのよみたいな、違いますでいいのって言われて、なんかハッとしたのよ。ハッとする。なんか確かに、うん、必要性のないとこで自虐ってしちゃうなってすごい思って、めっちゃハッとしたの私。なんかおばあちゃん、おばあちゃんと思って本当に、なんかそ、まあ、その後ね、うん、でもほんと素敵な服よじゃあねみたいな感じで別れたんだけど、その10秒ぐらいのなんか掛け合いでなんか気づきを得てしまった。確かにみたいな。え確かに。でもさ自虐ってさ楽なんだよ、なんかコミュニケーション取る。わかる、うん、そう別にね、別になんか深い意味があるわけじゃないんだけど、うん、なんか自分をちょっと落とすとなんか話しやすくなるというか、うん、場がねちょっと楽になるみたいな、うん、あるけど、うん、確かに全然どうでもいい、いらない今のみたいな、はい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 、しなくていいとこで、うんうん、自虐する癖がなんか知らぬ間についているのかもって思ったら、わかります。でもきっとそれもあの人間関係を円滑に、うんうん、誰にも不快感を感じさせずに、うん、話したいっていう前提があった上で多分その癖はついたんだと思うんですよ。そうかもね、うん、そうでもなんかすっごいハッとしちゃって。もう確かに私も今の話聞いてハッとしました、うん、だしなんか確かにこう私もやっちゃうんですけど、うん、こうやられた側っていやいやいやしか言えないじゃん。そう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 なのよ。なんかいや確かにそれでそんなことないよって言うしかないし、うん、まあそういう場合がほとんどだし、そうだよね、ってなった時にこうされる側ってちょっと大変なのかな、うん、逆にみたいな。だからこれ誰も別に幸せじゃないなと思った、うん、それで自虐って。そうですね確かに。あー確かになんか可愛いねとか言われた時もなんか、うん、そうやっちゃいがちだけど、うん、なんかあ可愛いねとか言って、いやでも最近太ったんですよみたいな余計なこと言っちゃうけど。わかるわかるわかるでもそういうのじゃなくてありがとうって言った方がいいってことですよね。そうちゃんと受け止めるというか、うんうん、なんかね。でも多分やりがちな人多いと思うんだよね、うん、自虐で返すみたいな。確かに。でもすごい気使う人でしょうね、そういう癖がついた人って。そうか、そう別に深い意味はないんだけど、うん、その本当に自分をそうやって落として思ってるから言ってることじゃなくて、うんうんうん、なんかもう癖みたいにただ、うん、反射でそうやっちゃうから、ね、別に本当に落としてる落としてるわけじゃないんだけど、うんうんうん、でもやりがちだって。確かに。わー今私も今ハッとさせました、ね、し本当になんかでもね初対面の方にちゃんと会話ができるっていうのがすごい、なんかそれもハッとしました。ハズレさんのコミュ力にハッと私も逆に本当知らない方とかだったら、うん、ありがとうございますで切っちゃう気がしちゃって自分だったら、なんか続けようとかよりか、あすいませんありがとうございますみたいな。あそっか。でもありがとうございますって言って人見知りで。あそうね、ちゃんとなんかそれでコミュニケーション返せるのすごいなと思いました、うん、ら知らない人となんかその場だけの会話が生まれる瞬間結構好き、うん、いやでも人懐っこい笑顔されてるんでしょうね真澄さんのでも私全然こういう顔して入れてたけどねいやなんかそれその顔からの素敵ねって言った瞬間にパッてこう人類みんな友達っていう。だってね
全然親族でもないおばあちゃんと会話する機会なんてない。確かにないですよね。なんか嬉しくてさ、こうしかも本当に言ってくれてる。そう、本当になんか素敵、その服素敵ねっていう、なんかおばあちゃんもなんかいいなって、おばあちゃんかっこいい、なんかそう、素敵なおばあちゃんだなと思って。いや最高の話でした。でした。はい、じゃあメールをね、はい、ご紹介していきますよ。ラジオネーム PF さんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。夢捨てをプレイしてて、社会人になってから舞台を見てないことに気づきました。というわけで先日十数年ぶりに舞台を見に行きました。役者たちの熱い演技、ラストの怒涛の伏線回収、公演後もいろいろ考えさせられるエンディングなど、アニメやライブとは異なる感動を現地で味わえて楽しかったです。それができたのは岩見さんと長谷川さん、ココナと静香のおかげです。本当にありがとうございます。心の底から尊敬してます。これからもわらじと夢捨て応援し続けます。ちょっと課題評価だな、うん、嬉しいよ。でもありがとうございます。そうか、でもその、ね、舞台あゆさんとかも見て、こう声優である私たちのこともこう、うん、あ、尊敬してくれたのかな。いや嬉しいね。そこ十数年ぶり、舞台っていいですよね。でも確かにきっかけがないとなかなかね、うん、なかなか大人になると、しかもね、やっぱそこまで足を運ばなきゃいけないし、うん、まあ、もちろんお金もかかるし、だから相当ね、なんか好きな誰かが出てるとか、うん、超好きなあの思い出のある作品だとかじゃないと、うん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 、あんまりね、うん、行こうっていうのっていない気がするから、ねね、だからきっかけになったっていうのはすごい、いや嬉しいですよ。嬉しいね。続いて、うん、3階から天美役さんからいただきました。ありがとうございます。真中様、長谷美様、こんばんは、うん、こんばんは。今日は悲しいことがあったのでメールを送りました。いいよ、聞くよ。スマホが、うん、その長いスマホスマホがその長いスマホ生命を終えました。悲しいです。そ、長いことか知らないし、こっちも何年ぐらいなんだろう。かなり長く使っていたスマホだったので、うん、限界は近いな、変えないといけないな、うん、そう思ってはいたはずが間に合わず、うん、バッテリーが完全に息絶えてしまったと思われます。結構頑張りましたね。確かにね、うん、この令和という元号に生きていく人としてさすがにスマホなしで生きてはいけないので、いや本当そうだよ、すぐに親と一緒に買いに行きました、うん、新しいスマホはこれまでが嘘のようにサクサク動き、うん、バッテリーも長く持ちますなので最終的にはハッピーなことかもしれません。感情は移り変わるものなのでもうなんかあれ、ちょっと知ってる人だなこれちなみに夢捨てはタブレットでやっていたのでデータは無事でした、うん、よかった、よかった。相変わらず全然うまくなりませんけど悲しい、うん、お二人は最近何か物が壊れたことありました？いや面白いよ。面白いね。なんかプの字が浮かびましたね、こう、うん、ちょっとやっぱ近しいちょっと片足突っ込んでるねえ、なんだろう、壊れたことか、なんだろうな、壊れたことか、あ、壊れてないけどスマホの充電器なくした。それ悲しいですね。本当に分かんなくていつなくしたのか、なんかスタジオで、うん、ゲーム撮ってるスタジオで、うん、刺して充電したことは覚えてて、はいはいはい、そこは覚えてたから、はい、その2日後ぐらいに同じ現場があったから、すいません、充電器なかったですかって言ったら、あ、なかったですって言われて、でもその後ラジオとか行ったのよ、はい、でもラジオ現場で別に使ってないの、スマホ、あ、じゃない、充電器、うんうんうん、本当に未だに、え、それって充電してその現場で抜いたことは覚えてるんですか？抜いたの、だから抜いたはずなの。で、だから抜いたことが思い違いなのかと思って聞いたのよ、はい、だけどなかったですって言われたから、そう、だからしまったはずなんだけど、いつもしまうポーチあるから、はいはいはい、え、なんでって思って、なんでだろう、道に落とすようなものでもないし、ポロッと、確かに、え、なんかそういう時ってこの世界のどこかにあるんだよなって思いませんか？でもえ、だから私買ってないの、まだそのスマホ充電器、あのタブレットの充電器のやつを今ずっと使い続け、うん、持ち歩いてるんだけど、でもだからその持ち歩き型バッテリーあるじゃん、はいはいはい、それには刺さらないのね、タブレットの充電器だと、そうか、もうコンセントがないと、そうなの、えー、だけどなんか、ね、それどこにあるんだろう、諦めきれなくて、なんかあいついるんじゃないかって思ってでもいますからね、いるよね、だっているんですもんね、どっかには、どっかにはいるんだから、その場所がわからないって出てくるんじゃないかって思って、うん、いやでもわかります、うん、なん
ね、なんでみたいな、さっきまであったじゃんみたいな、そう、うん、ありますよね。壊れたちょっと思いつかないな。壊れたとかではないですけど、あの、うん、電球切れがち。え？そんなことある？はい。なんかあの入居して多分前の方から使ってて、うん、で切れちゃってみたいな。なるほどね、うん。結構切れてますね今。マジ？はい。うんって言ってる。いややばいじゃん。いやなんか。なんだサービスルームみたいな、その物置部屋、うんうん、物置部屋の電気はつかないし、なんかそれ寝室の電気もつかない。本当に電気切れてるだけ。怖い。悪夢につながってきてんじゃないのそれ。怖いよ。始まってたんですか、うん、それって、予兆なんじゃない、その悪夢と全部なんか予兆なんじゃない。でも、うん、私の話じゃないんですけど、この間友達の家でなんかそういう現象があったみたいな、え何みたいな、もう興味深すぎて聞いたら、うん、なんか深夜寝てたんですって、うん、そしたら洗面所から、うん、ブォーって聞こえて、で何の音って起きてまた寝たらしくて、うん、そしたらしばらくしてブォーって聞こえて、うん、え何だろうと思ってパッて開けたらドライヤーがついてたらしくてね、ドライヤーついてんじゃん消して寝たら、なんで寝るんだそいつで次の日をあれなんでついてたんだろう、寝ぼけすぎてて何も思わなかったんだ多分、うん、コンセントまず抜きなよ。いや本当ですよ ね、それは本当に思いました、ね、コンセントつき入れてるからさ、うん、なんかそういうのドライヤーなんてカチってやんないとさ、そうなんですよ、基本いけないじゃんね、絶対人いるって、その子、うん、鍵閉めないらしいんですよ。え危ない、お家の鍵本当に危なくて、で全然オートロックとかでもないとこに、危な危なって、でもマジで鍵はやばいよ、うん、鍵は絶対閉めた、いや本当閉めた方がいいですよっていう話でした。壊れてはなかったです、壊れてはなかったはい、はい、ということで皆さん、うん、たくさんのお便りありがとうございまし ました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます、うん、ではここで1曲お届けしたいと思います。柳葉パンダ CV 大空なおみでリアルタイムリプライ。こちらのコーナー、私も〇〇大ターン、センスを競い合い大ターンセンスを競い演じての頂点を目指すザワールド大スター。このコーナーではこの場面なら誰にも負けませんというリスナーの皆さんからのセンスを紹介していきます。何言ってんの、サクッとって言われた、サクッとって言われたか紹介していきます、ペンネームハンペンさんからいただきました。ヨミさん、ゆくみさん、こんにちは。こんにちは。納豆の写真送信できてなくてごめんなさい。赤ちゃんだ、赤ちゃん15歳。今回は遅れていますか。納豆の話であんなに盛り上がるとは思ってなかったです引き割り納豆は前に食べたことがありましたが、うん、お二人におすすめされたので食べなきゃと思い食べてみたところ美味しいと感じました。よかった。写真は粒と書いてあるのが小粒納豆です。こんな開け方は初めてなのでびっくりしました。右の両端がなくなっているのが引き割りで、普段はこの開け方をしています。この開け
うわこれは確かに。え、どういうこと？ちぎってるやん、これ、うん、これ、どうぞ見える見えるかな。え、どういうこと？え、だってうん、こうやる、こう、え、こうですよね。だからこれ、あれか、うん、まず角からこう行こうとしたらここがプッと折れて、あ、こっちからだって折れたってことね。え、もっとあります。だ、あの本のページをめくるように、うん、こうやってここでこうやって上だけ開けてパカッてやったらこんな。これ逆に器用だよね、この確かにここだけ。え、どうやって、これはどうやって、これどうやってこうなるんだろう。確かに、いや面白い。これは大スターですね。すごいね。うん、この矢印が虚しいよ、ね、ここからみたいな、ここからみたいな矢印がもう、確かにこれちょっと大スターかも。うん、初めて見ました。ありがとうございます。ありがとう、送ってきてくれて改めて。続きましてザウルスさんからいただきました。ありがとうございます。私は緑虫大スターに立候補します。なんだ？私は中学生の頃、課題の研究として1年半かけて緑虫の研究を行いました、うん、内容としては緑虫の生態について文献等を読んで調べ、実際に、河川で緑虫を採取して顕微鏡で観察し、うん、緑虫が持つ可能性やいい影響について考察するというものです、うん、ありがたいことに校内で最優秀賞に選ばれて全校生徒の前で発表も行いました。緑虫別名ユーグレナは、その名前なの別名、バイオ燃料として注目されているのですが、食べ物としても重要な役割を持つ微生物です。59種類の栄養素を持ち、生活習慣病を予防したり腸内環境を整えたりしてくれるスーパーフードです。緑虫クッキーやサプリメントとして実際に販売もされています。長いな。皆さんお忙しくて体調面で少し心配なところもあるので、うん、食卓に緑虫関連の商品を食品を取り入れてみるのはいかがでしょうか。え、なんか今度は理科、今度は理科、すごい教育番組みたいだし、営業かけられてるし、最後緑虫ってそんなにいい人だったんだ。いい人まあ確かに緑虫のことあんまり知らないから、うん、スーパーフードだったんだ。粉末とかあるんですか。へー、味しない。あ、じゃあもう普通に食べるものにファってかける。でもなんか名前のせいかな。じゃあ緑虫を置いといて、うん、ユーグレナだったら、ユーグレナだったら確かにユーグレナパウダー、ユーグレナパウダー、え、どうなんだろう、緑虫パウダーって言って置いてるんですかね。ユーグレナパウダー、やっぱそうなんだ。あ、そう、でも、まあ、知っちゃったから、うん、もううちらの頭の中で変化されちゃうから、ユーグレナパウダー、緑虫パウダー、いやいや、いいでしょう。緑虫虫って疲れるとなんか、まあ、確かにちょっと、おー、確かに、ユーグレナってでもおしゃれですよね。ユーグレナっていい名前だね。うん、でも多分、うん、もっとちゃんと食的に研究してる人がいる、うんうん、もっと緑虫大スターがこの世にはいるいる。ごめん、そっか、中学生部門1位。中学生部門の大スター。あ、じゃあ、うん、ワールド大スターではなく大スター、大スター、そう、そうだね、そうだね、大スターですね、大スターです。はい、緑虫大スターです。確かに、じゃあ緑虫大スターということで認定させていただきつつ、はい、時間が来たので、物知りだな、本当に。なんかすごい、もう全国の子みんな頭いいですね。頭いい、なんか、いや前もいたもんね、頭いい人ね、うん、すごい、すごいみんな。じゃあみんな以上、私も〇〇大スターでした。ここでワールド大スターからのお知らせです。昨年11月12日豊洲ピットにて開催されたワールド大スター劇団シリウス主催合同音楽公演 in 豊洲ピット、わなびやスターのブルーレイが発売予定です。続報をお楽しみにお待ちください。夢捨てのボーカルアルバムがリリース中です。第4弾となる劇団シリウスのアルバム、シリウスの輝きのようにが6月26日にリリースいたしました。リリースを記念して6月25日よりタワーレコード新宿店でコラボポスターの掲出や、シリウスメンバーの等身大スタンディーパネルやポスターカードパネル、シリウスキャラクター紹介パネルなどの展示を実施しております。
ここでしか手に入らないグッズが当たる店頭抽選企画などもございますので、ぜひこの機会に足をお運びください。またワールドダイスターキャラポップストアがアトレ秋葉原2階で7月26日金曜日から開催決定いたしました。なんと2回目の開催ですね。夢捨てのさまざまなイラストや書き下ろしイラストを使用した新規グッズ販売、前回大好評を博した必ず景品がもらえるミニゲーム、劇団電機のディスティニーガラポンも新景品をご用意して展開します。そして今回は夢捨て1周年を記念してアトレ秋葉原をワールドダイスターでジャックします。ぜひこの機会にワールドダイスターキャラポップストアにお越しくださいね。次にゲーム情報です。現在イベントイノセンスに教えてが開催中です。簡単にあらすじを紹介します。子役経験のあるパンダはドラマに出演する八重の相談に乗ることに。幼く可愛いパンダのメモリーをみんなで鑑賞したりと和やかなシリウスだが、ある日八重がとあるボランティア活動の手伝いを頼んできて、張り切ってお姉さんをやろうとするパンダの可愛い姿が見られるイベントとなっております。イベント楽曲には本日ご紹介した柳葉パンダ CV 大空直美さんが歌うリアルタイムリプライを追加しております。また今月の7月26日で夢捨てが1周年を迎えます。ありがとうございます。おめでとうございます。ぜひ私たちと一緒に皆様も1周年を盛り上げてまいりましょう。詳細は夢捨て公式 X にて順次公開いたしますので、ぜひご確認ください。最後に8月25日に東京証券会館にてワールドダイスター初の朗読劇を開催します。出演は大鳥ココナ役岩見真中ちゃんと私静香役長谷川郁美です。詳細はワールドダイスターの公式 X と BS11 のイベント特設ページにて随時発表いたしますので、そちらをご確認ください。以上ワールドダイスターからのお知らせでした。ワールドダイスターラジオわらじ、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合すべて小文字でわらじアットマーク joqr.net waradi@joqr.net まで送ってください。そして番組公式 X が稼働中です。収録後の写真もアップされますので、ぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールドダイスター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで今回の放送をお送りしてきましたが、はい、なってきましたお腹が、あら、小腹空いてきちゃいました。やっぱここに元気をくれる芋チップがずっと置いてありましたからねこれ。はい、はい、そんなこんなでお別れの時間でございます。この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中と静香役の長谷川郁美でした。せーの、バイバーイ。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。はい、じゃあメール読みます。はい、初めて聞きましたそのラジオネームさえてピカピカさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近わらじを聞き直しているのですが、お二人の話を聞いていると、私もめいっ子おいっ子を可愛がりたい、私も猫飼って癒されたいという欲望が急激に膨らんできました。しかし私は一人っ子ですし、若干の猫アレルギー持ちです。あら、どうすればいいんだと考えた末、友人が飼っている犬の子供を譲ってもらうことにしました。めちゃくちゃ幸せです幸せの報告だ。え、素晴らしいよ。え、いいじゃん。そっか、いいじゃん。猫はダメでも犬なら、うん、ってことね。え、最高じゃないですか。いいな。じゃあお迎えしたてか、あ、お迎えするのかこれから。いや、もうこれから本当もうとんでもないワンダフルな人生が始まりますよ。うん、もういや変わるだろうな、生活が全然変わりますからね。そうだよね。うん、もう本当
私みたいなこれがこれは 私の人生みたいななりますよ、性格も変わりますもん、もはや。いいなぁ、うん、こういう何系なんだろう、子犬なんてめっちゃ可愛いじゃん。やばいですよ、いいないいないいな。でも猫アレルギーでも猫飼えますよということだけ。あーそっか、はい、私も猫アレルギーで、そうだよね、がっつり。でもあの種類によっては飼えるので、あ、種類によって違うんだ、ね、うん、もう絶対猫派みたいな人でアレルギーだけ、うんうん、だって方は調べてみてください。だから長毛じゃない子とかもいたりもするもんね、うん、なんかそのそ、あ、でも唾液なんですよ。あ、唾液なんだ。うちの子長毛なんですけど。あ、そうだね、うん、アレルゲンが少ないっていう、そういうのもいるので。そう、でも犬大丈夫でよかったですね。ね、私なんか猫から発生して犬もアレルギーで。そうなんですよ。あ、そういうパターンもあるのね、うん、でもなんか自分の子だけ大丈夫とかありますからね。あ、うん、でもうマインドなんだろうね。そう、そうかもしれない。結局人間って結構さ、うん、ちょろいとこちょろいじゃん、うんうん、ほんとでも何にも変えがたい幸せをくれると思います。幸せでよかったよ、うん、はい、続いて、うん、排水溝に落ちた看護学生さんです。あ、大変、大丈夫か、うん、初メールだ。初メールです。名前、あ、名前の由来を言ってるじゃん。嬉しい。名前の由来をぜひお二人に知ってもらい、うん、覚えていただきたいので、はい、語らせていただきます。またクセ強きだ。クセ強きだよ。ヤスだった。いただきやす系の人。昨日の出来事なのですが、めっちゃ最近、めっちゃ最近、友達と近くのラーメン屋に食べに行こうと歩いていた時のことです。嫌な予感がしたと思う。近道をしようと思い、ガードレールをまたいで行こうとした時に、うん、ガードレールの下にある排水溝に気づかず着地に失敗し、うん、頭から落ちました。予想外。ズボンとかじゃないんだ。転んじゃってってことだね。こうだ、着地にここでガードレール、ガードレールまたいでスンっていったから、あ、そっか、着地に失敗し頭から落ちました、爆笑って書いてある。笑って元気そう。笑っていい話なんだ。あと関係ないのですが、うん、これから実習とテストがたくさんあるので励ましてほしいです。もう大泣きマーク。あの犬飼ってください。犬が確かに犬が一番心を癒してくれる。うん、もうなんか飛んだり蹴ったりみたいな感じですね。飛んだり蹴ったり飛んだり蹴ったりじゃなくて踏んだり蹴ったりな。え、もうこれ頭からはやばいね。だって、いや、怪我なくてよかったですね。本当だよ。もう何よりですよ。でも、うん、食べに行く時か。で、じゃあ絶対行けてないラーメン。行けてないじゃん。一回帰んなきゃじゃん。一回帰んなきゃ。でもなんか、どうなんだろう。友達近くの、家の近くでやってほしい。うん、なんか学校の近くとかだったら。なんかでも学校にシャワールームとかあればいいけど、うん、確かに頭からはもうだってその状態ではもう生きていけないじゃん。そのそうですよ。もうラーメン行くかとかいけないじゃん。なんか本当ですよね。すごい。もうそんな、もう絶対いいことありますんで。確かにそれがあったんだから、もう実習テストなんて、うん、そうですよ。頑張れる頑張れる。本当、看護学生さん、看護学生ただでさえ大変なのに。確かにね。ただでさえ大変な。すごい。でも覚えた、これで。覚えました、うん、ほんと安の人だ。安、いただきやす。全然全然それしか出てこなかったけど、いただきやすがもう最初だけでした。はい、覚えましたよ。ぜひともこれからも送ってきてください。送ってきてね。もう落ちちゃダメだよ、はい、気をつけて、ちゃんと足元見て歩いて、うん、あ、何来ました。あ、続いてすみれです。ハセマナこんばんは。おい、まとめんだよ。もう短縮し始めてるやん。先日駅でチャージしようとしたら、うん、前に並んでいたマダムが操作に少し手間取っていたので、うん、お困りですかと声をかけ、チャージの仕方を説明し、うん、無事チャージ完了を見届けた後、去り際にごめん遊ばせと言われました。マダムや、ごめん遊ばせなんてフィクションの中だけの言葉だと思っていた私は、うん、面食らってテンパってしまい、うわぁ、こちらこそですと意味のわからないつられ方をしてしまいました。お二人は声優さんなので、これまで様々なキャラクターを演じてきた中で、現実世界だったら絶対言わない言葉なんかも発してきたと思います。そんなお二人が逆に言われたい言葉もあったりするのでしょうか。いや、うわ、こちらこそですね。
か、うわーがいい、うわーが余計もいいな。いやー面白い、おもろで関係ないことですよ。お二人は逆に言われたい言葉はあったりするのでしょうか。言われたい言葉言われたい言葉いや、ほいや、こちらこそですって言われたらその日嬉しいですけどね。こちらこそですって、なんかその人この後気にしてんだろうな思うねいいよね。いや、ありますよね、なんかありますよね、こういう時。うんうん、なんかなんか違う、変な出っ張りすぎて変な言語になっちゃう時あるよねなんか、あ、とんでもない、ない、とんでもございませんとか、ありがとうございますかも言ってて、ありがとうございませんみたいななんかでもあるよ、それ変なさ、ありますよね、あるある聞こえてなかったらいいなのぐらいのやつ、でもモニョ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 しながら、あるあるあるな、言われたい言葉か。もう今は、お味噌汁できてるよシェフや、シェフに対してや、もうそれは朝起きてお味噌汁できてるよとか、ああじゃあ私は、ナポリタンもあるよって言われた言われたいな、言われたいなもうシェフがね、こうやってですかね、ですかね、うん、はい、そんなわけでじゃあみんな明日の朝はお味噌汁とナポリタンを食べてください、はい、バイバイ